僕はセフィロスのチャンネルです。今日は2020年12月20日です。タイトルがロックマンのチャンネルからセフィロスのチャンネルに変わりました。セフィロスはかっこいいでしょ。セフィロスはスマブラに参戦することができました。これはプリキュアですね。プリキュアは可愛いですね。これも結構すごいですね。確かにロックマンシリーズはカプコンから発売されてるのが、こちらはゲーム機がニンテンドーからあります。対してファイナルファンタジーシリーズにはスマブラには参戦していますが、こちらエニックスから発売されたモードだが、こちらは任天堂のゲーム機が発売されてなくて、後から発売されるようになった。とりあえず去年のメタルシャークプレイヤーと今年のタブレットスマホのワリオ君とリッシャー・ベルメト君、特にタブレットのワリオマンというやつとエータニエルは消えたことで、タブレットのスマホのワリオ君とリッシャー・ベルモンド君は悪ふざけどころか、そもそもは言うことを聞かないやつだったということも憧れたはずだが、まとめはないやつにこっちらしくて、こちらの方はゲーム機ではないことだろうか。現在はジミー・ブランカとエーチャンネルと憧れています。もちろん、コスケサトとピュアムーンライト・ファルコンも同様だ。俺はマイド・マイカと吉村うんこと俺はシュエンダー・デンシーかっこいいと、ひなたと伝説のワッチャンネルというチャンネルが大嫌いんだよな。特に俺は、洋式トイレが好きだ。そうです。俺のチャンネルが面白い方なら来ても良いですが、俺のチャンネルが面白くない方や、俺や俺の仲間たちのユーザーを傷つけたら邪魔さなユーザーを、ブロックさせていただきます。それではすみません。